ブワディスワフーポー・ポドコビンスキー・ポーランド分割期におけるヤング・ポーランド運動の一員とみなされるポーランドの画家・イラストレーター。ワルシャーで生まれた。ボイチェフ・ゲルソンの工房で学んだ後、1880年から1884年の間、ワルシャワの美術アカデミーで学んだ。卒業後はワルシャワの美術雑誌で働いた。1885年に、 ユゼフ・パンキエビッチとサンクト・ペテルブルクの帝国美術アカデミーに入学し、1年間学んだ。1886年に帰国すると、雑誌、タイゴット・ニック・アルストラウエンのイラストレーターとなり、高い評価を得た。この頃、自然主義の画家、アレクサンデル・ギエリムスキの影響を受けて、水彩画や油絵を描いた。1889年に、パリを訪れた後、画家として暮らす道を選び、 クロード・モネやフランスの印象派の画家から深い影響を受け、ポーランドに印象派の絵画をもたらした画家と評価された。結核にかかった後は、作風は象徴主義の傾向を示した。ワルシャワで28歳で死去した。ウィキメディア・コモンズには、ブワディスワフ・ポドコビンスキーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。